今日も一日お疲れさん、どうもしこです。よすぎです。どうです。そだです。さやかんどくです。今日の企画は依存できない女の特徴20。依存できない女性ということで、はいはいはい、あんまり男がハマらないってことですかね。そうですかね、沼る女性がいれば沼らない女性もいるんで、はい、そうですね。なるほど。じゃあ逆にそっちはどういう特徴あるのかみたいなところを ね、出していけたらはい、マイナスもハマってたらヤバいってことですね。そうですね、ってことですよね。はい、それではやっていきましょう。チャンネル登録よろしく。はい、せっかちな人。そうなんや。あー、わかるかも。俺は効率がいいとはまた違う、はいはいはい、せっかちすぎて逆に効率悪いこいつっていう人いるじゃん。そんな意味あるとさ、急いでみたいなね。そこ、ここってこんなに急ぐとこじゃなくてみたいな。わかるわかる。新幹線降りるときとかも、余裕ないなみたいな、うん、はやっぱり依存しにくいというか、俺がちゃんとそこは手綱持たなかったなっていうふうに思うって感じですね。自分の心のバッグパンパンやからお願いとかできないじゃないですか、ね、そう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 なると頼り頼られできないなとなるかも、うんうんうん、せっかち結構俺おもろいなと思って見てるな。あ、好きタイプか。好きじゃないけどな。依存はできない。そうやな、俺も心許しづらいな。何しでもって言って笑ってるからな。はいはい。エッチが好きじゃなさそう。あー、なるほどなるほど。最初の体感結構いいなと思って、はい、してみたらなんかめっちゃ軽減そうやなっていう。なるほどなるほどね。軽減そう、うん、乗ってないなっていうのを感じた時にちょっとはい、はい、交際の序盤なんてのめり込むの結構夜じゃないかって気もするっちゃする。うん、あ、そう。一時猿みたいになってそう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 、付き合う前にやってたら別にまあ延長なんやけど、付き合ってからするっていうパターン踏むとそこですっごい新しいこといっぱい知るから、制服がないとかっていうよりか受け身すぎたらちょっと嫌っす。あ、それも嫌。伝わるよな、楽しんでないなっていう。求めるからやってますみたいな。女の子だったらあれかもね、デート行きたいって男はついてくだけのやつみたいなね。行きたいって言ったから行くよみたいな。そうですよね、盛り上がらないよねみたいな感じだね。そういうことですよね。好きじゃなさそうはしんどいか。今日も多分やってもらってるなーみたいな。そう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 、申し訳なくなってきたらもう沼るとかないよ。まあだってハイタッチしたいぐらいもんな。ギリやん、え、ギリじゃん、イエーイって理想なテンション的だよ、テンション的だよ。シャオみたいな世界観。可愛かった、めっちゃ可愛かった。ギリじゃん。はいはい、はい、夜飲みが多い。へー、不安になっちゃうと、あ、外でってこと？そう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 。嫉妬なんですね。嫉妬というかなんというかね、なんかスタンス。はい、でもそれは本当に言われるんじゃないですか。そんなクリエイタースナックなんてやらないで、いろんな女の子と出会っちゃうじゃん。不安にならせる子嫌なんですよ、僕。外行く遊びが全然いいんですけど、終電越すことがめっちゃおるでしょ。これのスタンス嫌っすね。なるほどね。僕が絶対終電前に絶対帰る人なんで、そもそもスタンスの違いみたいなのが、はいはいはい、ちょっとちゃうかもなってなって、なんか面倒くさそうと思ってすぐスッて泣いちゃう。なるほど、ね、それ以外めっちゃよくても一緒にいたら疲れそうやなって、はいはい、それがすごい大事な人からしたらそれは疲れますよね。これしかもあんま治らないからね。そう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 、もうその子のスタンスやん。うん、それ悪いとかじゃなくて、だから自分に合わないんだなって思っちゃう。なるほどなるほど。お互い楽しんだ方がいいのなっていう。そう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 、大人やから。そう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 。喧嘩するでもなんか離れるっていう。自分が楽にいたいためには相手の楽しさ奪わなあかんねやっちゃうかってなってる。そうそうそう。逆に若いとなんで夜そんな飲み行くんだよって相手を変えようとするけど、もうだから相撲とかもね全然がっぷり四つじゃないですよ。勢いで。相撲で言うならね、すれ違う感じです。そう、ゾロで言うと灯籠流しね。あー、そうだ、もうフェンシングみたいになってもんな。例えば、これや一個でええやろ、モルック、モルックみたいな。もうええって出すの、こうやってな。モルック、なんで別の出すの。モルック、めちゃめちゃ片思いやしな、お前。あげるだけで。俺、知ってんな、モルックのこと。俺、わからんやろ、見てるやつ。いいですか、生きるので精一杯っていう。その子が機嫌よく生きるのでもうギリギリな人に肩預けられないんで。なるほど。マジそのイメージないわ、ジョンが。そういうのが好きなんやと思ってた。俺も。あ、こういうこといるは入れるけど依存とかはできないよねって思う。ああ、依存がテーマ的には俺が親のようにこう見守ってるっていう関係性の付き合い方するよねって感じ。依存はできん。だっていなくてもこの子が俺余裕で生きていけるもんっていう。ああ、なるほど。ああ、そういうことか。はい、好きってめっちゃ言われる。ああ、絶対俺依存だ。依存できんわ。もう言ってほしくないもん、ほんまに。やっぱ依存できへんかった、過去。いや、まあな。え、言ってほしくない？どっちや。経験はある。今の経験は感じ。どっちや。そんなおったっけなって、まあ一人ぐらいおったわって。おったよ。だからやっぱ言われすぎると、こっちも返さなあかんのかなみたいな感じにもなるし。
次言われたら俺ほんまちょっと冷めるかもな、むしろ。へぇー、でもそんだけ追いかけて例えば付き合えて、うん、めっちゃ向こうも私も四国が大好きってなったら言ってくるタイプやったら冷めるってことだよ。変わる子もいるやん、付き合ったら結構甘えるタイプ。そうそう、いや、あるでそんな子な、言葉でそんな好き、あんま付き合ったことないな。だからある意味それがない、そのギャップがないっていうのがやっぱ見る目あるやん。いや、そうや、確かにな、確かに確かに、ほんまにあっちが好きじゃないかな。あ、うるさい、ちいやいや、誰かやねん、中に暴言2個ぐらい言われてほしかった。何お前ら、しごいでよ、なんか一発はミサイル上がるんだなと思ったら日本語火力高かったな。そうやな、なんて言ったか全然分からんかった。俺もやつの聞こえなかった。いや、じゃあ今やで。あ、今、あ、ごめんごめん、火力高なんちゃらみたいな。火力高かったな。火力高かったか。はい、おいおい、生活水準を上げてくれない人です。あー、どういう面やこれ。あの、これも逆張りで、うん、シンプルに飯作って、うん、美味しい飯を食わしてくれたとか、うん、この人遊びに来たら俺ん家綺麗になるな、うん、みたいな感じがあったとしても、うん、結構俺それは依存しだすと思う。あー、なるほどね。てか普通にさ、何かを与えてくれる人にはさ依存するような。そう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 、相談を乗ってくれるとかでもいい人だよ。それで逆に変えたとしたら、うん、この人と付き合ってても自分の生活は何も変わらないっていう、うん、心は潤う潤わない。はい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 、生活が何も変わらなかったら俺多分あんま依存しない、うん、なるほどね。これは深い。いなくなった時がね、すっごい変わるもんね。生活が変わるから分かるぞ。気持ちだけじゃなくて、家の野菜とかも減るくらい種類とか。それは減るやろな。キャベツしか食わないだろみたいな。あ、そうそうそう、だからやっぱ彩りくれてるよなと思う。女性って落ちすぎやろ、キャベツしか食わない。野菜の中だよな。俺にとっての玉ねぎやけど、そうそうそう、俺らはキャベツだよ。人のせいにずっとしてる人。あー、なるほどね。 X とかしてたら思うでな、ね、男女ともにですけど、ね、そうだね、上司がどうだから私はどうだ、後輩がどうだから俺がこうだみたいな、あいつのせいで私が、そうそう、付き合ってる時もあったけど、うん、いつまでこれずっと続くんやろなとかも思うし、依存すはしないね。自分も言われるかもなとか思うしな。それ大体別れた後俺のせいにされてんねん。そうだね、だから帰ってくるもんな、いつか自分にな。別れた後悪い男で終わらされる感じのやつ嫌やな。あ、まあね、どっちもどっちやん。うん、あの時も確かに悪かったけどさ、こっちもそんな友達に言わんでもあったよな、あったな、一人思いかけてんな。でもなんか俺もね、うん、そこの依存的案件依存的な、案件依存的な仕事に真面目なだけ。めっちゃ好きな人。誰かにどんどん移動した元カノとかね、うん、裏でよくよく聞いてみたら、うん、あ、なんかちょっと愚痴言ってたねみたいな。あ、まあ、そういう話を聞いててすごく思うのが、うんうん、結婚式とかあげるじゃないですか、はいはい、で当然そういうこと愚痴を言うことでやっぱ仲いい子に言うわけなんですよね、うん、結婚式とか多分初めましてってやるわけじゃないですか、うんうん、そうですね。で散々愚痴とか浴びた子が結婚式で初めまして、うん、そうですね、どんな顔で祝福するのかもね。めっちゃわかるわ。でもその愚痴も全然言ってくれた感じやけどな、それな。あ、まあそこでな、それそれ言えないと思うけど、うん、あんまりそこ切り取って言い過ぎたら、うん、将来もしそうなったらどうすんのっていうのはあるよな。今日さ、この前女子会で集めたけどさ、旦那の愚痴大会ですって書かれてたよな、うん、結婚式ってさ、開けたことないから分からんけど、うん、結構怖いイベントだなと思うで。俺らが早漏ですで会わなあかんからな。それはまだいいや。逆ってほぼないから。あ、男側から言ってたとしても結局でもここが好きやねんっていうのを言って、そこを知った上で結婚してるから、うんうんうん、訂正すると思うね。なんで結婚したの、こういうとこがあったから。はい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 。いや、それ結婚してたら女の子も言うんちゃう。結婚してたらするんちゃう。すると思うで。これどうなんすかね、コメント聞きたいな。ちょっと結婚式に震えてるんでね、僕らは。そういう時間が増えてきて、まあお年寄りにもな、そう周りがどんどん結婚していくために。なんでや、一生できないよ。お前言霊なるぞ、お前。10年後も俺聞きたかった言えよお前。あ、ダメだねみたいな感じすんだよお前。今もう何も言っちゃダメだねみたいな感じすんだよ。分かった分かった、もうこれラフに行くわ。お前も返すよ、返すよ、これ力強く。でもダメのテンションで突っ込まない。でもそうかもしれんけど、40過ぎとかだったらちょっと泣きながら言ってるから。あの一番立場のせやねんって言うかもしれない。成り立たんて。俺なんか泣きながらどうなってるかもしれない。あ、そうや、やめろって言って。泣きながら撮ってるといじめやん。はい、はいはい、この一言で僕もう絶対依存しなくなるって言うんですけど、あんなに丸々してあげたのにです。あー、あー、
はいはい、僕めっちゃ嫌いです。俺もこれすっごい苦手かも。今まで愛の皮かぶって僕に差し出していたものは全部あげてたっていう感覚だったんだ、もしくはそれ全部ひっくるめて自分の都合のいいように変換したんだ、もう二択なんで、自分の意思でやっててほしいな、好きな人は何でも。その時はだからそういうふうに思ってなくてもこう突き放された時にやっぱ責めてるものの言い訳としてやっぱ言っちゃうな。うん、どっちいや、やっぱそういう気持ちになるよな。まあな、うん、じゃあ太陽に当てられるとさ、うん、俺も強く言われへんけどな。俺も逆で思うことはあるかな。いや、そうやんな、そういうの。はい、はい、デートっぽいデートを求める。おー、あー、ちょっとわかるかも。これは付き合う前も後も。前もですかね。前の方がより濃いかもしれないです、どっちかっていうと。嫌なんだ。例えばクリスマスだったら、うん、イルミネーション行きましょうとか、結構序盤戦から来ると飛ばしてんなっていう。あー、そういうことか。飛ばしてんな。俺割とやっぱこうラフなデートが好きというか、うん、家でネットフリックス見たりとか、うん、あ、チャグのなんかちょっと食べて、うん、居酒屋とか行って、うん、その辺ぐらいが好きだから、デートっぽいデートをこの子結構な頻度で求めてくるなって思ったのにちょっと冷めるな。あー、なるほど、合わないってやつでしょ。だから疲れてきちゃいそうだなって。女の子として大切にされてる感が欲しいみたいな感じもある。そう、そういうことなんです。そういうことなんです。それがちょっと俺めっちゃ分かってるやん。いやいや、まあ、ありがとうございます。謙遜がこんなダサかったすいません、ありがとうございますって言ったやつ史上一番ダサかったおかしいよな。既婚でさ、うん、子供もいてさ、そう、ね、YouTuber もやってて、恋愛ももう4年ぐらい語ってて、全然ハマるよ今の。そうやな、すごい飯食ってますからみたいな感じで、ハマるはずやけどな、全部外してたな。外に行かないとデートじゃないって感動する人結構いる。あ、いる。そうそうそう、分かる分かる分かる。そうなるとしんどいってことか。そうそうそう、なるほどなるほど。家でデートとか計画立ってないものもデートと呼べる子がいいってことね。そうそうそう、分かる分かる。確かに、でも俺その考えたらそうっすわ。それ女の子がさ、外出ないとデートじゃなくなってると思ってるから。ああ。それどういう感情なの？外行かんとデートじゃないって教えてよ。映画見たい時はさ、どうしたらいいの？俺は家で。俺の歴代ベスト3映画一緒に見たいとかいうデートもあるわけやん。なんかご飯食べてから家で見とか言う。ああ、それはいいんだ。そうだね、食べてから1回そね、一回出ないんや。俺は一回出たいから。なるほどね、出たい配慮な、うん、あ、リーダーもスタンスやな、これは。でそのためになんかメイクしたりとか、こっちもちょっと服着替えたりとかするのが楽しいやん。だから普段出へんからデートぐらい出たいわと。なるほど、ね、俺は確かにリーダーもとね、うん、てか俺心配アウトドアやからって感じやけど。あ、外好きやもんな、うん、そもそも女子と2人でいて楽しかったことないから、どっちも分かんないよ。楽しかったことないよ、お前すごいな。笑うときやるやろ別に。一番箱買いかもしれない。箱買いの箱さん2代目お前準備したらせめて和田さんになりたい。箱買いやからダメダメ。はい、はい、無理しないと一緒にいれない女子ですね。ああ、まあそうやんな、うん、それはこっちが、ね、こっちが、いや、ちょっと背伸びしてるとか、うん、そういう時にデートしてた人って、うん、めっちゃ好きやーって思ってても、うん、その関係が終わった時に、うん、マジで引きずらないのよ、ね、結構我に返んねん、ね、ああ俺無理してたなとか。それはそうかもね。逆もそうやわ、俺女の子の方が無理に頑張りまくってんのも、ずっと、うん、あーこっちが気許せん、ね、そんな頑張らんでええよって言ってもずっと頑張ってたら、うん、いや、わかるわ、信頼してくれてないなっていうのを思うよな。不信感をね、感じてしまうよな。やってる時はな、めっちゃな、分からへんからな、こっちもね、こっちも、うん、忙しいからな、頑張ってめっちゃとか思ってるし、終わると結構あっさり終われるな、こういうの。だから依存してんのかって話だよな。気づいちゃった。はい、はい、ということで、どうでしたか。なんかこれ難しいところで、別に好きになったり付き合ったりはするなと思います。そうやな、安心感を得れるのかとか依存できるのかどうかはまた別なんやなっていうのは全然喋ってて思いました。長続きするとか結婚できんのかのなんか付き合った後の次の関門なのかなって気はする。どこが合うかっていうね。そう、アラサーの意見やったけどな、若い男からしたらまだ結構別な、結構ずれるよな、うん、若い男で一回やってみたいね。あ、引きずれてきて20前半とかでやったら俺どうなんねやろっていつも。確かに、誰畑くんとかな、てか大学生とやりたいな。 あ、もはやな。そうは、まあ、その意見としてはこんな感じだったので、はい、ぜひぜひ参考してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます。概要欄からフォローよろしく。チャンネル登録もお願いします。ということで、今日も一日お疲れ様。